ニュートン・フェヘイラ・ジュニオールは、ブラジル出身のプロサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。登録名はニュートン。2005年にコリン・チャンスで、プロキャリアをスタートさせ、その後、バスコ・ダガマ、クルゼーロ、インテルナショナルといった、ブラジルの名門クラブで主力として活躍。クルゼーロ時代の2013年と2014年には、ボランチのレギュラーとして、ブラジル全国選手権セリエへの連覇に貢献。 2013年にはブラジル全国選手権ベストイレブンにも選出された。2016年6月16日にインテルナシオナルから J リーグのビッセル神戸へ完全一席。ボランチながらセカンドステージ13試合出場で3得点を挙げるなどクラブの上位進出に貢献した。2017年も主力としてプレーしていたものの夏場にコンディションを崩して、 以降出場機会が激減し、11月30日に、双方合意で、クラブとの契約を解除することが発表された。2018年からは、ブラジルの EC バイーアでプレー。2019年5月8日、セントロスポルチーボアラゴアーノへ、移籍加入。2020年9月12日、オエステ FC へ移籍。ありがとうございます。